久保さん、おはようございます。まあ、今回質問にしましょうか、質問。まあまあ、この前アンケート取った時に、まあ女性の方が、まあこんなアンケート答えて、書いてくれてたんですけど、まあなんだ？お金を稼ぎたいと。その理由が、まあ子供がいて、子供が何人かいて、まあ母子家庭の方なのかな。まあいつも子供を我慢させて、まあ何もそのしてやれないと。もどかしさがあると。だからお金を稼ぎたいみたいなね。なんかまあすごくいっぱい書いてあったんですけども。じゃあこれね、A と B のね。A と A パターン、B パターン。じゃあ A パターンが何かっていうと、世界一愛情を注いで、まあ子供を育ててると。だけどお金は全然ないと。で、まあ子供が習い事、こんなの習い事したい。いや、うちはちょっとお金がないからちょっと無理だと。で、子供が、こんな高校行きたいと。いや、うちはちょっとお金がないからごめんねと。で、子供がこんな大学行きたいと。だけどうちはお金がないからちょっとダメだと。でも愛情は世界一と。これが A パターンですね。愛情はめちゃめちゃ世界一、育ててる。だけどお金がないから子供の選択が、まあ取れないと。じゃあ B パターンですね。まあ愛情はないと。愛情はないけど、子供がこういう道に行きたいってなった時に、ええよ、つって。好きなとこ行けと。お金もあるから。気にせず好きなところ、お前が好きなとこ行けばいいと。でも愛情はあんまない。じゃあ A パターンと B パターン、どっちの方が子供は幸せなのか。難しい問題ですね。非常に。非常に難しい問題で、どっちが正解かはその子供しかわからないと思いますけど。まあこの問いに対して、まあ難しい問いなんですけど、この問いに対して僕が一つ言えるのは、まあ久保さんがね R34 出してくれたんですけど、僕はまあ人間には感情があるんで、まあ感情で解釈することができるんですよ。だけど車は感情がないので感情で解釈できないんですよ。で、車は何かっていうと、お金を注げば注ぐほど元気になるんですよね、久保さん。だこれがね、すごくね、すごくシンプルな関係で、自分の愛情を、まあ、車に対してはお金でしか表現できないんですよ。そりゃそうですよね。パーツがぶっ壊れた。まあ僕もね、前150だったかな ?130 か150ぐらい車検代かかったんですけど、まあいろんなパーツを交換しないとダメ。古くなってくるとパーツ交換しないとぶっ壊れ、だから走んなくなるわけですよ。で、そこに対して、まあ金かけてね、直していくわけですよ。で、維持していくっていうことは、直していくってことなんですよね。だから、まあ、お金を使うことによって、その車を維持して、その車を守ることができる。で、まあ、車には感情はないですから、どれだけね、お前を愛してるんだっていう車にやっても、やっぱさすがに車のパーツぶっ壊れてるとね、タイヤ、じゃあタイヤも山ないみたいなね。そう、愛情がある。愛車だ。でも、タイヤの山ない。滑る、事故る車は裏切りますよねでも車にちゃんと愛情を注いで、愛情というかね、お金を注いでちゃんとメンテナンスをして、オイルを交換する、タイヤを交換する、アライメント取る、オイル交換する、なんだラジエーター液交換する、ワイパー交換する、なんだまあ僕だったらタービン交換するとかね、あとなんだ、あと車庫帳、車を支えてる車庫帳っていうのがあるんですけどね、そのバネとかね、あとはブレーキパッドとかね、もう細かいこと言ったらいろんなパーツあるわけですよ。だそういうのにお金を使ってこう取り替えていくことによってずっと維持してることができる。でさらに言うと、まあ、僕は車が好きなんで、まあ、オイル交換しただけでね、本当にアクセルのフィーリングが変わるわけですよ。もう全然そのフィーリング変わってくるわけですよ。だからなんかすごく車っていうのは素直でシンプルで僕は好きなんですよ、人間と違って。そう、めちゃくちゃシンプルで、だから一番僕が人間より車が好きな理由はすごくシンプルであると車は素直であると車はね、まあ久保さんもわかるかもしれないですけど、やっぱそのまあ今回ね、多分まあキットが帰ってきてアクセル踏んだらね、おちょっと違うぞってなると思いますし車はね素直なんですよね。だから僕はそういうのが好きですね。要は自分が
愛車っていうのは自分の自分がどうその車を見てるかだけで成り立つんですよ。自分がその車をどう見ているか、じゃあその車に対してどういう思いがあって、どういう風なお金を使うかによって、それがもうリアルタイムで返ってくる。だからこれ人間が難しいのは、人間は感情があるので、まあ愛情があったとしても、愛情を注いだとしても、例えば A パターンの場合は、まあうちは金がなくてどこにも行けないっつって、まあ不良になる可能性もありますよね。どんなに愛情を注いでも、もう全部我慢。どこも飯も食えない。外食もできない。なんだ、で、なんかその、感情がね、ぐちゃぐちゃになって、なんか、変な方向に行っちゃうっていう場合もあるでしょうね。まあもちろんその子供がその、子供のその受け取り方によっては、うちはお金がないけど、すごく、ね、愛情を注いで、本当一生懸命頑張って育ててくれてるっていう受け取り方をしてくれて、そういう感情で育つんだったら、まあそれはそれであるかもしれないですけどね。だからね、人間ってのはね、難しいんですよ。本当に感情があるんで。でもね、車はね、いいっすね。だから僕ね、車に金かける理由は、まあそこですよね。自分の思いが、ストレートにこうね、車に反映されるので。まあ僕は100万キロ乗りたい車って多分、あんま巡り合えないと思うんですよ。まあ車に興味ない人は分かんないと思いますし、あれですけど、100万キロ乗りたいぞと、一生こいつと乗りたいっていう車と巡り合えたっていうのは僕はねありがたいなと思いますね。だからまあ頑張って稼がないといけないし、頑張って稼いでね、まあ車にぶち込んできますけど、多分ねもうメンテナンス費用ですよね。メンテナンス費用だけでもう多分1000万以上は使ってると思いますけどね。おそらくまあ間違いなく1000万以上は使ってると思います。だってもう8年ぐらいですからね。8年経過したか。そう、車検も4回やったからね。だから人間は難しいですね。なんかあだこうだなるんで。ダメの、だけどね、みんななんかその、僕は思うんですけど、この億万長者合宿のいいところっていうのは、その難しいね、まあぶっちゃけ言うと、あんまりそこを考えたくないとかね、ぶっちゃけ言うとあんまりそこに関わりたくないとか、そこを現実はそこ大変なデリケートゾーンで、そこをすごく重要なとこなんだけど、そこを感情でごまかしたいみたいなね、いうところに現実を突きつけるというね、その印籠を突きつける、いやお金必要だよねっていうね。でもこれはねあんまり言ってくれないので、で、これお金って言うと、なんかダサい、格好悪いとか、まああと日本だと、お金言うと、まあお金は汚いものみたいな感じの風潮がありますので、お金って言うと、まあね、耳が痛くなるように受け取る方が非常に多いんじゃないかなと思いますし、だから、あんまお金のことより、違うことにこう、なんだ、オブラートに包んで喋る人が多いと思いますし、ね、久保さんね、そう、まあ花の方がすごいんじゃないですかね。花は金かけなくても頑張って生きるしね。水と太陽と土で勝手にこう育つわけじゃないですか。花ってすごいですね。ね、久保さんね。人間より花の方がね強いですよ。そう、何も金かけなくてもね、綺麗に花咲かせられるわけじゃないですか。なんか人間っつうのは、僕はね、いろいろ勉強して、いろんな人の悩みをね、もう何万人以上こう、悩みを聞いて、まあこれからも聞き続けますけど、人間はいろんなことできるんだけど、いろんなことできない花の方がね、ただ花はね、ただ頑張って咲くしかできないんだけど、花の方がね、だからよくその歌とかも花を取り上げるね、歌詞があったりとかするんですけど、花とか植物の方が実は人間より優れていると、シンプルに生きようとする、ただそれだけで、人間ってのはね、その感情、思考、それがあるんで難しいですよね、久保さんね。でも大事なことは現実をしっかり見ることですね。現実から逃れられないので、まあその現実をね、その競争社会から
競争社会という現実ではなく、その競争社会がない無人島だったりとか、そのなんだ、自分でね、火起こしてとか、自分で魚こうやってこう食ったりとかね、まあそういう生活だったらお金全く必要ないと思いますんで、まあいいと思うんですけど、申し訳ないけど、僕は水洗便所で、まあ水洗便所でトイレットペーパーがあるところでうんこしたいし、なんだ、そのクーラーがあるところでやっぱ寝たいし、扇風機があった方がいいし、わがままですね、久保さんね、わがままこいつらクーラーも何もないですよねもう暑いとか寒いとか言ってらんないですからね、人間っつうのはわがままですよ。いってらっしゃい。